こんにちは。声大アール合唱団の主催の徳久ウィリアムです。キャンプファイヤーの使い方について、支援の方法についてですね、ちょっと分かれない、うまくいかないっていう例がありましたので、簡単に解説動画を撮りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。クラウドファンディングのサイト、キャンプファイヤーですね。今回のキャンプファイヤーというサイトを利用しています。で、これでですね、支援するにはまずログインした方がいいんですね。なので、ログイン、新規登録、会員登録情報っていうのが右上にありますので、こちらをクリックします。で、新規会員登録を初めて行う場合ですね、過去にやったことがある方は多分、使い方が分かると思いますので、今回は新規会員登録の方法を確認したいと、解説したいと思います。そうですね。Facebook を利用して新規登録する方法や Twitter を利用して新規登録する方法もありますし、まあ、こっちの方は多分すぐ終わると思いますので、今はですね、普通にメールアドレスを利用して新規登録する方法を解説したいと思います。まずは登録したいアドレスを入れて、あ、これダメだった。そうだな。そしたら、登録したいメールアドレスを入れて、確認メールを送信します。でそうすると、メールをまあ確認しないといけないので、キャンプファイヤーの方から、おそらく、メールが、来たかな。ごめんなさい、ちょっとインターネットの通信環境が遅いみたいで、なかなか開かないですね。今ちなみにメーラーの方を見ていますが、あ、来た来た。こういったキャンプファイヤーから本人確認のお知らせという、メールが来ますので、こちらをクリックしていただいて、で、メールアドレスを認証するをクリックすると、このような画面が立ち上がって、タブが新しく開いてですね。多分これで必要事項を入れていくのかな。じゃあユーザー名。で、パスワードを入れてって、必要。ここの必要事項ですね、ユーザー名、パスワード入れて登録と。そうすると、登録ができましたね。で、新規登録が完了しましたというふうに出ますので、このまま続けるというボタンを押します。これですでにログインされた状態になっているはずですので、ここからですね、私どもの、クラウドファンディングをのページに行きたいわけなんですけれども、ここのキーワード検索でですね、例えば合唱で入れたら多分すぐ出てくるんじゃないかな。合唱。合唱団で検索してみます。あ、いくつかありますね。こういうのがあるんだ。なるほど。まあいいや。ここですね。イタリア・サルデニアとの伝統合唱、テノーレス。日本の合唱団が現地で習得を目指す。というのが私、今回の私どもの、プロジェクトになります。ここをクリックしていただくと、こういう画面が出てきます。で、ご希望のですね、支援額が、
この画面の右、まあ、左の方に詳細、どういった意図でやってるのかっていうのを、まあ、私の顔写真や練習風景やライブ動画などを含めて解説してありますので、まあ、そちらをもしご覧になってないようでしたら、そちらの方をご覧ください。で、こちらのリターンを選ぶ、これがあの支援額を選ぶ画面になります。3000円、5000円、7000円、1万円、1万2000円、1万5000円、2万、3万、3万が2種類か、5万、10万、30万と数種類用意させていただいてますので、例えばですね、1万円を、まあ、1万円ぐらい支援したいなという場合はですね、まあ、お好きな額を選んでいただいて、その支援額をですね、まあ、試しに今1万円の分を選びます。このリターンを選択する。で、クリックすると、確認の画面みたいなものですね。今まで、選択で、こう1万円が選択されてますので、もし、ま、この画面で間違ってたら、あ、違うよ、違う、1万円じゃないよっていう場合でしたら、また違うのを選び直すことがここでできます。まあ、1万円で OK であればですね、このまんま下の方に行っていただくと、支援額。あ、上乗せ支援っていうのもできるんですね。ここで額をこう500円単位で入れることもできます。上乗せですね。支援額プラス上乗せもできるようですね。で、支払い方法はクレジット払い。ビザ、マスター、JCB、ダイナーズ、あと何だこれ、最後。まあ、主要5種類のカードが使えるということですね。あとはコンビニ払い、後払い、銀行振込、au 簡単決済、ソフトバンクまとめて支払い、携帯の支払いも使うことができるということですね。ご希望のものを選んでいただいて、まあ、備考欄何か。あればですね、例えばリターンの中には我々がですね、特殊な発声でもって、支援パトロンのですね、支援していただいたこと方のことをパトロンと読むんですけども、パトロンがご希望の、これだっけな、あ、そう、これだ、お名前もしくはお礼メッセージですね、をまあ、こういうリターンがあるんですけれども、このリターンを選んでいただいた方はですね、その名前を、名前もしくはメッセージですね、呼んでもらいたいメッセージを入れていただければと思います。そしたら、我々の合唱団の方で、そのご希望のメッセージ、名前やメッセージを、特殊発声の合唱で、歌で、録音したものを後ほどお届けいたします。なんか、ご自分の名前じゃなくて、なんかフレーズ、会社名かな、フレーズみたいなものもご希望された方がすでにいらっしゃいますので、お好きなのをね、選んでいただければなと思います。あと応援コメントも何でも結構です。で、お支払い画面でクリックすると、まあ、性別とか、まあ、必要事項を入れていただくっていう感じですね。で、クレジットカード、支払いの情報、お届け先情報など入れて、確認画面を押していただけると、支援として反映されます。で、確認画面の後に完了があるんですね。なるほど。あ、これは安心ですね。間違えて、登録されることがないですね。で、もし、登録が完了したらですね、必ずキャンプファイヤーの方から確認のメールが来ます。なので、それでもってちゃんと支援がなされたということが確認できます。という流れですね。で、どうもパソコンの調子が悪いとか、パソコンじゃなくても、パソコンを超えた操作がめんどくさいと。でも、支援してもいいよという方はですね、そういった場合は、また、我々が代わりに支援、こういった操作をするという代理で行うことも可能ですので、そういった場合、もしくはリターンなんかいらない、もう寄付、していいよっていうありがたい申し出の場合はですね、そういうご連絡をいただけましたら、こちらの方で対応いたしますので、
気軽にお問い合わせいただけたらなと思います。現時点でですね、まだ全然支援額に達しておりません。わずか 8% という状況になっております。引き続きご協力ご支援の方よろしくお願いします。徳久ウィリアムでした。失礼いたします。